皆さんこんばんは。本日も文化チャンネルをご視聴いただきありがとうございます。今日はこちらのプロッターのバイブルサイズの中身を紹介したいと思います。よければ最後までご視聴ください。こちらプロッターのプルアップレザーのバイブルサイズの手帳です。私のプライベート用の手帳として動画にもよく登場してくる手帳です。何度か中身紹介みたいのしたことあると思うんですけれども、しばらく中身紹介をしていない間にちょっと変わってきたり、あとは新しいレザーワインダーをお迎えして一部こちらの中身を移行したりするので、その前にこちらの中身を紹介しておこうかなと思います。引きで見るとただのネイビーのレザーワインダーなんですけれども、アップで見ると結構こうシワ感とか意外とついている感じのレザーバインダーです。もともとはプロッターのゴムバンドのリフィルをつけていたんですけれども、なんか黒じゃないゴムバンドも欲しいよなっていう気持ちになりまして、黒以外のゴムバンドで無地のタイプのものが欲しくて、緑のクリップバンドというものを取り付けています。こちら取り付けてまだ 2,3 ヶ月ぐらいですけど、ステンレス部分がかなり色が変わってきてます。それでは中身の方を見ていきます。書こうと思っているけどまだ書けていないリフィルが入っています。このリフィルを何に使おうとしているのかはまた後でお話しします。まずプロッターの本革リングサポーターを取り付けていて、リングの当たりを軽減させています。それからページのめくりを良くするためのリフターも取り付けています。このリフターはシールとかを貼っても剥がせるタイプなので、バンデさんの1枚ずつめくる系のシールとかをここに貼ったりしています。それから吉武慎介さんのポストカードをバイブルサイズに合わせてカットして入れています。可愛いですよね。今年のマンスリーページがあります。中はプライベートのスケジュールの予定を書いてあるのでお見せできませんが、マークスさんのものを使っています。そして次に革のエイジング記録とかをつけている革の記録ページです。ここには購入した日付をずらーっと書いています。ピスシオブラックのエイジングの記録です。この手帳のエイジングはこんな感じでつけています。購入した当時の写真とか、あとはエイジングが感じた時の写真とかを貼りつつ記録をしています。ビス仕様のナローマで用意できているんですけれども、ホースヘアのレザーバインダーを買ったり、トラベラーズノートを買ったりとか、また新たな革物が増えてきているので、このページを追加したいなと思ってこのリフィルを用意していました。ただ常にここのページがパンパンなので、今かけていなかったり写真の印刷ができていないので一旦ステイの状態です。その後ろには気になっているレザー系のお店をリストアップしたページが入っています。ところどころにこんな感じでステッカーとか貼ってるんですけれども、これはプロッターが薄いのでページの節約とかも兼ねて貼っています。そこから剥がして使いたい時にペタッと貼るような感じで使っています。それからここは手帳術とかを記録したページが入っています。こんな手帳を作りたいなとか、こういうのいいなとか、そういったアイディアとかが書いていたりします。映画のログです。ここは一覧で見た映画のタイトルとその日付を書いています。年度でページを切り替えようかなと思ったんですけど、なんとなく持ち越しにしちゃいました。それからその見た絵が一つずつのレビューを書くページも用意しています。だいたい月末とかにまとめて記録してリフィルのストレージの方に移しちゃいます。それからこれこの間自分で作ったリフターですね。ピスタチオに近い感じの色を合わせながら使っていくと可愛くて、ここにセットしています。機能性は今のところあまり感じていなくて、本当に可愛い要因なんですよね。でちょっと厚みがあるのでページから抜くっていうのも検討しないといけないかもしれません。続いて猫日記のページです。ここは最初は毎日書いていたんですけど、毎日書けない時は本当に気まぐれで今日は書けそうだなっていう日に書いてます。
そして欲しいものリスト的なページですね。本当はこことかにもいろいろ気になるものとか、とりあえず何か良さそうだなって思ったものはここにその商品名とか値段とかを書いているっていう感じです。ここに書かずに買っちゃうもの的なもの、プロッターのレザーバインダーとか特に優先順位が高いのでそうなんですけれども、一旦自分で買うタイミングとか本当にこれが欲しいのかっていう検討をするためにこういったページを書いてその商品についてまとめたりしています。さらに本当はもっといろいろここに書き足したいんですけど、これもまたページがいっぱいで全然書けていません。ただ自分の中で欲しいの優先順位が高いのがこのリフィルに用意されて、さらに一番上のページに来るようになっています。今だとこちらのルナのバッグがめちゃくちゃ欲しくて、これは早いタイミングで欲しいなって思っています。ただプロッターさんがなかなかこう気を緩めさせてくれないので、お迎えに行けるタイミングがなくて困っているという状態です。ルナの次はウルクストさんのこのオーガナイザーも素敵だなって思っているっていう段階です。あとですね、ちょっとこのインデックスが用意できてなくて全然変わっちゃうんですけれども、私はいちごタルトが好きなのでいちごタルトをよく食べるんですけれども、その記録をつけています。こちらもちょっとまだ写真が用意できてないので、とりあえずこんな感じのタルトだった的なことを書いたりしている記録です。これはもうちょっとひどいですよね、お見せできない感じです。ここに書けてない記録がまだあるのでこちらも用意していたっていう段階です。書いてもページは入れられないんですよね。すぐにストレージ行きになっちゃうっていうのが今のこの手帳の状況です。そしてここには写真、 L 版の写真を入れるポケットを取り付けていて、主にダイカットシールとか中心にこんな感じでちょっとデコとかに使えそうなものとかをパラパラっと入れています。このポケットがあるとめちゃくちゃ外出先でもシールを使えてとても便利です。意外とこれまだ1回最初に作ってもう何ヶ月も経つんですけど、それからポケット変えてないんですよね。でこれだけたくさん入れても全然大丈夫なので、意外と耐久性があって優秀だなと思ってるんですけど、ただ出し入れを結構多くするので、シールがその出し入れするたびにめくれて剥がれちゃうっていうことがあって、そこが若干気になってます。なのでこれは別のいい方法があれば変えるかもしれませんね。一番後ろにはダイソーの丸シールを入れています。今使っているマンスリーが日付フリータイプなので祝日がわからないんですね。なので祝日のところにこの丸シールを貼るとか、有給の日に丸シールを貼って土日以外の休みの日がわかるようにしています。こんな感じでこれが私の今のプルアップレザーの中身になります。こちらもキャパオーバー並みにパンパンに詰まっていて、これ以上物を増やせないんですね。なので本当はこういう風にまた書きたいことがいろいろあるんですけれども、それができない状態なので、今度今結構ページを占めている革のエイジング系のところを抜き取って独立させようと思っています。これはもともと手帳会議、去年開催した今年の手帳会議のところでも革の記録に関する手帳が欲しいなと思っていたんですよね。ただどういうレイアウトにするとか全然決められていなくて一旦見送ったんですけれども、かなりページが進んできているっていうのと、あともうこれだけバイブルサイズで書いてきてしまっているので、今更他のサイズにっていうのは難しいなっていうことで、バイブルサイズで早く移行しちゃおうということで、とりあえず緊急避難的な感じですね。今回は手帳の中身が変わってしまう前に今使っているプライベート手帳の中身をお見せしました。ご視聴ありがとうございました。それではまた次の投稿をお楽しみに。